yo creo que tenemos que entrenar más los centros o algo, porque siempre con 2-0 en casa ganando, no podemos que nos empaten hoy, ¿sabes? Tenemos que entrenar más y ser más fuertes. Entrenar en tercera feria, cuarta feria, pero entrenar y ir al choque, porque siempre el delantero se mata solo, vamos al choque. Si queremos ir a primera, así es imposible. Hay que mirarnos cada uno en los vídeos o meeting o entrenar más, pero así no se puede jugar. Sí, que en la tercera feria o segunda feria cuando entrenamos, el lunes o el martes, que no sé ahora, vamos a hacer meetings o vamos a entrenar y ya está, y vamos a mejorar, porque no podemos ganar. Es casi imposible. Siempre nos empatan o perdemos el partido cuando vamos ganando. やっぱりなんか失点シーンって絶対センターバック画面に映ってると思うんですけど、自分の周りでやられなかったらそれで防げる失点でかなりあると思うので、センターバックで結果で見られるので、まあ、失点したかしてないかで本当に自分の評価とか立ち位置とか本当全部変わると思ってるので、そこはいい意味で、まあ、自分に目を向けて、まあ、自分がすごくレベル高い選手だったら多分守れる失点でたくさんあると思うので、そこは自分に目を向けてやってます。まあやっぱりミスがフォーカスされるポジションですし、89分守っても1分たった一つのシーンだけ切り取られて、まあ、良くなかったっていうふうに言われるのがセンターバックだと思ってますし、そこが難しさであると同時に、そこも含めてなんですけど、やりがいはだからこそ守った時はすごく嬉しいですし、もしかしたらフォワードとかの選手に比べて目立たないポジションかもしれないですけど、まあ、その分絶対フォワードの選手より責任感あると思ってるので、はい、そういうところはまあやってて楽しいかなと思います。クロスを入れてきた、ヘディング、突き刺さった、一番大事なのって最後の印象だと思っているので、もう本当ここからだと思うんですね。やっぱりみんなすごく J1 上がれるのかなって楽しみにしているサポーターもたくさんいると思いますし、その中で自分がめちゃくちゃ守備でも攻撃でも活躍できれば、やっぱ守備今年よかったなっていうふうに思うと思いますし、逆にここからコンディション崩したりプレーが悪かったら、まあ、今まで点決めても試合に出てもやっぱり最後の印象で良くなかったなって思われると思いますし、とにかく自分の中ではここからを意識してます。守備から行こう、先週、大分戦で、まあ、悔しい思いをみんなしてるし、まあ、今日はここまたホームで取り返せるチャンスがあるからこそ、みんなでちゃんとハードワークしたいし、この前の試合は多分ハードワークの量は絶対足りてないから、今日は絶対ハードワークみんなでしっかりして魂込めて戦って、仲間のためにいい声かけて走って、絶対に今日ホームで勝とう、みんな一つになっていこうよ、行くぞ。ここは中央です、ヘディングはこぼれた、決まったか、
さあここで長崎に交代があります。澤田隆に代わってジョップ・セリン・サリューが入ります。ジョップは今日が今シーズン8試合目ということになります。ジョップがサポートに行くというね。さあクロスを入れていった。相手を背負いながらもなんとか入れていきましたが一旦引き出されて長崎ボールは変わりませんがスローイン。増山のロングスローガンです。ジョップ不安だと高い選手もいるがここは近場のマテウスで、マテウスの左足のクロスが入っていく。ボールが流れてフワンマー決まった長崎同点。エースファンマが21得点目。 J2 のトップスコアラーがやはり決めてみせました。サイドには打てなかったですよね。最高っすね。最高っす。どんな気持ちでプレーしましたか？いややっぱりもう1点決めたいっていう気持ちだったんで最高です。おめでとうございます。ありがとうございます。失点してからみんなの気持ちが折れずにやっぱ逆転狙ってたんでそれがやっぱ良かったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。
resultado que não fosse a vitória, tá? Hoje a vitória igual o resultado é impossível, né? Por isso que todo mundo trabalhou, né? A gente já pensar no nosso próximo adversário, subir mais ainda na tabela, na classificação. Mata, o próximo jogo está esperando, e mata, o próximo adversário, dondon, subindo. Repetindo, a gente foi muito melhor que o adversário, tá bom? Repetindo, mas o adversário foi muito bom. Parabéns a todos, tá? Muito obrigado, muito obrigado. また次秋田に対していい準備をしっかりして、まあ、今週の準備は多分素晴らしかったと思うし、これを続けて、次も勝ちましょう。お疲れ様でした。まあ、失点はしたんですけど、前半からすごくいい形で攻め続けてましたし、後半も失点した後もみんな落ち込むことなく本当いいゲーム運びができたんで、まあ、点は入るだろうなというふうに思ってたんですけど、まあ、引き続き失点しないようにっていうのは強く思ってましたね。まあ、本当今日はあの内容もそうですし、結果としても最後の結果だったので、まあ、順位表を見ても今日の勝ちっていうのはすごく大きかったですし、やっぱりここから勢いつけるためにも、まあ、今日もジョップ決めてくれましたけど、やっぱりサブの選手が決めてくれたことによってすごくチームとしても勢い出ると思うので、はい、ここからガンガン行きたいですね。